遊ぼうよ。白い雲も流れ出した。ねえ出かけよう。朝起きてゴロゴロ、昼起きてゴロゴロ、あと少し、あと少しだけ。ほんまよう寝ますからね。君はいつ起きるの？ねえ遊ぼうよ。青い星を回り出した。歌詞の内容はずっとゴロ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 してるというだけの歌詞を朝まで書きましたよ、私は。こいつと思いながらねえ、ほんまにね。でもね、シャゼイな、それがあなたやものね。おいおい、マイペースかよ。僕なんでもそんな汗かいてんの？そんな緊張することある？ミスターローレンスで緊張してんか。あ、さっきのヒロケンさんと一緒やね。ちょっといいとこ見せてるね。男女ユニットはね、なかなかね、呼吸を合わすのが結構大変なんですが、ご夫婦とね、なられた方とかはね、結構四六時中一緒におることもあると思うんですが、うちの場合はね、腹立つとこしか見ないわけですよ。普通ムカつくわとか見ながらいつもライブやってましてね、ガチでステージで喧嘩しますからね、うちは。そう、ところがね、大人になったら喧嘩そのしんどくなるんでね、もうまあいいか、仲直りしようかっていうので丸5年やってまいりました。
5年だよ。いろんなことあった。もう明日ユニット解消じゃーって言うたこともいっぱいありましたが、この人飲んだ時だけ文句言うねん。そうやねん、なんかないかな。飲んだ時で文句言いとなるわけですよ。普段こうね粛々と抑えてるからね。普段抑えてんのかな。もうすでに腹立ってきた。どうしよう。あかんあかん、腹立つ前に仲直りの曲を一曲聴いてください。カレーの歌。今朝君と喧嘩した、些細なことで喧嘩した。泣き出しそうな空に広がる鱗雲、葉山はてっと君に言ったら、困った顔で靴下を履く。ごめんねと君が悲しげにつぶやいた。少し雨が降ったから、心風邪をひいたから。まさちゃんのカレーを食べたいな。そうだね、おいしく作ろうか。悲しい気持ちで煮込んで、嬉しい気持ちで煮込んで、心のガサブタにチキンカレー。持ち寄って、闇カレー鍋とか、あ、闇カレー、何入ってるか分からへん、何入ってるか分からんから、あ、もうきっとね、私らそんなやったら出来になるからやめとこうね。では、そうですね、20年前に私は家を飛び出しまして、その時に持って出た3つのアイテムの歌を
本当にたった3つだけのものを持って家を出ました。聞いてください、ハレルヤハッピーライフ。最近言ってるけど、ほんま貧乏やな、それ。引っ越し屋さんいらないんですよ。引っ越し屋さん。どうね。なに、その引っ越しにはその自転車乗って鍋手に持って毛布背中から歯を折ってここ止めて切ってして、で風を颯爽に受けながらビーってこう走っていけるよね。月光仮面。月光仮面やな。こんなサングラスかけたら月光仮面やな。もしかしたらすごいな、ニュースになったかもしれない。ニュースになったかもしれない。そうなんで出たらな。いや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 、ほんまにね、たったそれの3つだけで出たんですけどね、えそっからね、早もう30年経ちましてね。いやいやいや、そうそうね、
本当にねこの何十年間の間によくできましたということは立派な酒飲みになったことでございます。ではねその酒飲みがねルーツとしてねなぜ家を出たか、それは自由に自由に美味しいお酒を飲みたいから。それには素敵なお店が必要。とある小さなバーがありました。そこはカウンターだけのたった10席の小さなお店。一限はお断り、たとえお客さんが一人もいなくてもママは一元は入れません。今日は閉店だよ。そんな小さなバーの歌、ミミズク聴いてください。酔っ払いのさっちゃんに連れてきてもらった、それは素敵な酔いどれの店。月は昇ったさあ出かけよう、ポケットには2,000円、タバコも持ったし鍵もある。扉を開けたらいつもの常連、身にもならない酔った話。今夜も素敵なアンダーグラウンドラブ、
チューニングするから、また喋っ て本当ね、今日はね、実は私本当に大好きな人たちを呼びました。それでね、ご縁でね、ブルージーンさんが本当にね、今日ここに来てくださってありがとう。2位もたまにはいいことするじゃないかでね、ここに集まってくださった方もとっても大好きな方でね、なんとね、お客様でも黒いサンタを着てくれてる方がねそうそうそう、超ミニやねんな。ねえ、いいね。私はもうサンタなんか来たら打たれるわ。じゃあ最後の曲いこうか。ありがとう、大好きな人たちにね、最後の曲は捧げたいと思います。まあ最後がこの曲ってことは、あの大人の事情を察知してくださいね。ああ、大人の事情ね、もう大人しかおれへんからね。もうこらこら、おっと、ありがとう、大好きな友達に捧げます。ありがとうございました。サンムーンパーキューでした。
反省しません。パッとやりますけど。私もありがとうございます。はい。すいません。一本だけだ。本当にありがとうございます。一番目から紹介していいかな。はい。今日は本当にありがとうございます。素敵なね、今日の男と女のメリークリスマス。そうそうそう。一番手を飾っていただきました。ケツの二人です。大きな拍手を。素敵でしたね。とってもかっこよかった。はい、そしてね、今日はね、なかなかのね、ハードワークの中駆けつけてくださいました。そしてやっぱり見事にタンクトップでございました。タンクトップ、大きな拍手を。挨拶交代死んでる。あ、そうか。ほぼで死んでる、そうか。でね、はい、で次の3番手です。本当にね、ふんわりとした息の合った ねライブをクリスマスっぽく見せてくださいました。よかったわ。はい、素敵でした。ソラです。そしてマサ君。マサ君よかったよかった。次も良かったね。そう、やっぱりね、素敵でしたね。今日みんな良かったわ。本当に本当に今日みんな良かった。何総括しとんの。はい、紹介します。素敵な演出を聞かせてくださいました H2 のお二人よ。はい、そしてね、最後何を弾こうとしてる。スペインなんか弾かないで。今度ね、要せんけど、2月の時にちょっと本編終わったらセッションしましょうか。スペインで混ざりたいんやって。はい、もうじゃあ行くよ。本当にアンコールありがとうございました。はい、ありがとうございました。では最後の曲歌わせていただきます。これはもう皆さんのご協力あっての曲でございます。いいですか。逃がしませんよ、逃がしませんよ、逃がしませんよ。そっち向いてる人も逃がしませんからね。行くよ。